どうもコブラです。今回はボイドの複合ビルドについて紹介いたします。武器はパーティクルアクセラレーターをメインとした構成となります。装備の構成としてサブマシンガンにソング・オブ・ソード、ロングガンにパーティクルアクセラレーター、近接武器は何でも OK です。防具はバンディット、ボイドを2つ装備します。アーミュレットはガレニックチャーム、代用としてガンスリンガーチャームです。リングの構成としてデボア・リングループ、リング・オブ・スプレマシーを装備します。それではボイドの複合ビルドを使ってノーダメージでアポカリプスの神事を戦っていきたいと思います。Go!